が市場が公示送達という形で、送達されまして、この時刻にこの正義の天秤に北朝鮮を乗せることができた。さっき私は私自身も乗せてくださいと言いました。法律とかなんとかそういうのは一切まかり通らないところで43年を生きた私はね、自分が生きて日本へ帰ってきたのも奇跡だと思っていますから。もちろん反応はしていません。これから先も反応しないと思っています。それでも結局痛みは与えられるわけです。傷はつけられるわけ。本当に引っかき傷でもつけないとあの国を早く、一日も早く終わらせることができません。17歳で北朝鮮へ行って誰も頼るところのない少女がそれでも生き延びました。生き延びたし生きて日本へ戻ってこれました。これはとても大切なことだと思っておりますし、今日の日を迎えられて本当に良かったと思っています。正義をもたらしてくれると私たちは信じています。